ゆうとくん、久しぶりにしよっか。そう言いながら、あきこさんは僕と一緒の湯船に入ってきた。反響するあきこさんの声と、綺麗で妖艶なその姿を見ていると、おっきくなったね、と微笑む彼女。そして次の瞬間、僕の名前はゆうと、至って普通のサラリーマンで、もうすぐ28歳になる。休日の過ごし方は決まっている。晴れの日は川釣り。昔は義父が付き合ってくれたが、このところ海外出張でいない。そのため、僕は一人で楽しんでいる。僕はすでに結婚しているのだが、子供はいない。共働きの妻は欲しいとせがむが、その時は決まって飲酒後で夜中の2時。公務員の僕にはかなり過酷な状況だ。そのせいか僕たちはレスな毎日。妻も気づいたのか、最近は求められることがまるでない。このような時に僕の話を聞いてくれるのは義母だ。いつでも僕の味方をしてくれる。話もよく聞いてくれるので、僕は毎日正気を保っていられるのだ。妻とは性格が真逆で、おそらく妻は義父に似たのだろう。しかし義母の明子さんはまったりと人を落ち着かせる雰囲気を持っている。女性としてなら妻より魅力的かもしれない。この瞬間、何度義父を羨ましく思ったことか。明子さんともっと関わりたい。最近はよくそんなことまで思う。そしてそんな思いを抱えていたある日、目を覚ますと台所から急に悲鳴が聞こえてくる。僕は驚いて布団から出ると、妻は自分が使った食器が放置されていることに怒っていた。僕は何も悪くないと思ったので、あくびをしながら返事をする。すると、妻はその様子を見てさらに激高。ものすごい剣幕で僕を睨んできた。最近はずっとこんな調子だ。そして今日、さすがに人任せすぎる妻に黙っていられなかった僕は、強めの口調で言い返した。今週も先週もやったぞ。すると妻は、あなたができそうだからお願いしたのよ。と、さらには、面倒だから言いがかりはやめて。と、意味のわからないことまで言うのだ。このままだと埒が明かない。もう話しても無駄だとも思う。こんな時に僕はふと義母の明子さんを思い出すのだ。なぜかというと、以前明子さんに今回のような喧嘩について相談したことがある。その時に明子さんは、これからは一人で抱えずに何でも相談して。と言ってくれたからだ。なので喧嘩をするたびに何かと理由をつけて義母の家に行くようにしている。そんな生活を繰り返していた。いつだって優しく温かく僕を受け入れてくれる義母。妻にはなかなか言えないというより言いづらいので、いつも嘘をついていた。釣りに行ってくる。この日もそうだ。そして義母の家に着くなり、義母に妻の愚痴を吐く。いつも聞き上手の義母。しかし、この日初めて僕の愚痴を遮って話し始めた。少し距離を置いてみたら、きっとあなたの大切さを忘れてるんじゃない?正直言うと僕は驚いた。もっと仲良くした方がいい。そう言われるかと思っていたからだ。でも、行くあてが。と返答に困っていると義母が、私の家に来る?と言う。義母のその予想外な提案に僕は焦りを隠せなかった。でも、迷惑じゃないですか?僕はとっさにそう返す。全然迷惑じゃないわよ。私もね、ほんと言うと寂しいのよね。義母は義父がいないことに不満を抱いていたのだ。
僕はそんな秋子さんの言葉を聞いて葛藤した。妻のことはいいのだろうか。しばらく考えたが、僕は義母と一緒にいることを選び、少しだけうつむいてうなずいた。次何かあった時は私の家に来ていいからね。少しだけ含み笑いをする義母。そんな義母の姿を見て、僕は義母の虜になっていた。本当にいいんですね。僕はもどかしさのあまり何度も確認をした。けれどその度に義母は優しい表情でうなずいてくれる。こうして僕はこの日をきっかけに妻と喧嘩をする日を待つようになったのだ。いつ明子さんに会えるか、こんなことばかり考えている。毎日明子さんへの思いが募っていく一方だ。会社には妻とうまくいっていないことを知っている同僚がいるのだが、奥さんといいことあったろと何度も聞いてくることもあった。それだけ顔に出ていたのだろう。しかし本音はその逆だ。喧嘩したいとずっと思っている。そんなことは言えるはずもなく、僕はその場をやり過ごしていた。そうして時間は過ぎ、退社時刻に。夕食はどうしようか。妻から今日も遅くなると連絡があった。共働きをしてから自宅に帰れば妻はいない日常。だんだんとそんな日が当たり前となっていた。そして帰宅した僕はなんだか虚無感を覚えながら、夕食も取らずにその日は寝ることにした。すると翌朝、僕は妻の怒号で目を覚ます。リビングに行くと妻はまた流し台の前にいた。うすうす感づいてはいたが、妻はまた食器を洗っていないことに怒っていたのだ。しかしその食器は僕の後に帰ってきた妻のもの。さすがに寝ていたのにそんな理不尽なことを。そう思った僕は対応するのが面倒になり、休みだから寝かせてほしいとだけ妻に告げた。そんな僕の態度を見て怒った妻は、なんと食器を僕に投げつけてきたのだ。さすがにやりすぎだと感じた僕は妻の行動に目を疑った。妻もそんな驚いた様子の僕を見て冷静さを取り戻したのか、もう出て行ってとだけ僕に言って、妻は部屋にこもってしまった。そして僕も一旦家を出ようと思い、数日分の服を持って家を出ることに。行き先は決めていなかったが、僕の中では一つしかなかった。僕は車のエンジンをかけると同時に義母に電話をかけようとスマホを手に取る。するとその瞬間、まさかの明子さんから着信があったのだ。僕は慌てて電話に出ると、義母は開口一番咳をしていた。聞けば微熱があるとのこと。それを聞いた僕は心配になり、看病しに行くことを伝えると、風邪をうつしたくないからと断られてしまった。妻と喧嘩したばかり。正直タイミングは最悪だった。結局その日は義母のもとへ行くことはできず、場所を移動して車中泊することに。そして翌日、仕事が終わった夕方ごろ、明子さんから着信が。内容は体調が良くなったから家に来るかという誘いだった。明子さんに会える、そう思った僕は定時退社後にすぐに義母のもとへ向かうことに。なるべく早く着くように僕は車を走らせた。到着後、急いでインターホンを鳴らすと、すぐにはいとの明子さんの返事。僕はどこか安心した気持ちになる。そして義母はそんな僕を優しく迎え入れてくれた。こんな夜なのに綺麗な洋服と爽やかな香りの香水。妖艶なその姿はまさに僕が求める女性像そのものだった。妻には悪いが、同じ女性とは思えないぐらいに義母は完璧だった。私はお風呂済ませたから、先にお風呂済ませてきてね。そう言って義母は
肩までの艶のある髪を見せてきたのだ。僕はそんな義母の美しさに惹かれながら、いそいそとお風呂場へ向かった。そして僕はお風呂に入りながら思う。本当に素晴らしい女性だなと。その時の僕の頭の中は、あきこさんのことでいっぱいだった。そうしてお風呂を上がった僕は、あきこさんと食卓を囲むことに。あきこさんとの幸せな時間、穏やかな気持ちでご飯を食べるのは久しぶりだった。お酒も飲みながら、他愛のない会話をしたり、時に妻との喧嘩についての話をしたりも、あきこさんは真摯に向き合ってくれた。ずっとこの時間が続けばいいのに、心からそう思った。そんな中、義母と話をしていると、突然妻から電話がかかってきた。今どこ？あきこさんのところだよ。いつ帰る？僕は妻が浮気をしに出かけるために聞いているのだと悟った。僕はしばらくあきこさんのところにいる。そう伝えると妻は一方的に電話を切ってきた。あの子なんて？黙って切られちゃいました。大きくため息をつく義母。本当にごめんなさいね。僕はそんな義母の言葉に思わず反論した。あきこさんが謝ることじゃないですよ。ありがとう、ゆとくん。そう言いながらも、あきこさんの顔はどこか悲しみがにじみ出ていた。するとそんな雰囲気を断ち切るかのように義母が、さ、もう寝ましょうか。と突然僕を寝室へと誘ってきた。少し酒が回っていた僕は身を任せるように寝室へ向かう。するとそこには布団が一つしかなかったのだ。ああ、布団ね、一つしかないの。思わず声を上げると、あきこさんはいつものように優しく微笑む。この間旦那の布団使わないから捨てちゃったの。正直かなり動揺してしまった。どうすればいいのかわからなかった僕は、じゃあ僕ソファー借りますと義母に伝える。すると義母は、一緒でもいいんじゃないと完全にからかわれている。そう思った。大人の対応でごまかそうとしていると義母が間髪入れずに、一緒に寝ようよと僕の腕を引く。我慢できない。なんでこんなに積極的なんだ。そう思いながらも僕は心のどこかで嬉しさを感じていた。そんな冗談でしょ。冗談じゃないよ。今までに感じたことのないほどの胸の高鳴り。あっけに取られていた僕は義母の言われるがままだった。女性と寝るのは久しぶりだ。正直緊張しすぎて寝れるはずもなかった。だって隣にはあのあきこさんが。僕は早まった鼓動がバレないように義母に背を向けた。こうしてこの日以来僕たちは一緒に寝るようになった。何かするわけでもなく、ただ一緒に。でも僕も男だ。変な妄想ぐらいはする。妻としたのなんて覚えてないぐらい前だ。もしもあきこさんと、なんて毎晩想像していた。しかし手を出すことなく、この生活は5日目を迎えた。あきこさんの手料理や晩酌しながら話す今日一日の出来事、何気ないこの感じがもはや当たり前になってきていた。もうこのままあきこさんと一緒にいることができれば、僕はどれだけ幸せになれるだろうか。妻のことなどほとんど気にしなくなっていた。そんな気持ちを抱えながら、僕はいつものようにお風呂に入る。もう帰りたくないな。晩酌後のお風呂の中でずっと考えていた。すると突然、ゆうとくん、湯加減はどう？と脱衣所からあきこさんの声が。
僕は一瞬ドキッとしたが冷静に返事をした。大丈夫です、ちょうどいいですよ。湯加減を聞きに来ただけか。そう思っていると義母が、一緒に入ってもいい？と言いながら扉を開けて顔を覗かせてきたのだ。僕は急いで大事なところを隠して、あきこさん、ダメですよと反対した。しかし義母は気にせず風呂場に入ってきたのだ。慌てる僕を尻目にバスタオル姿で堂々としていた。僕が目のやり場に困っていると、いつも一緒に寝てるんだから同じことでしょと笑顔でからかってきた。僕は抑えていたものが少しずつ大きくなっていくのが分かった。バスタオル越しでも分かるふっくらとした2つの膨らみ、さらに腰回りはすっきりしていてグラビアアイドルのような体つき。僕は固くなった欲望を抑えるので精一杯だった。ゆうとくん、こっち向いて。あきこさんはそんな僕を見かねて声をかけてきた。けれど僕は抑えるのに必死でなかなか向けない。ちょっと今は。どうにかバレないようにしていると、突然義母が僕に手を伸ばし、すごい元気ね、こんな私にでも反応しちゃうのね、と言いながら撫でてくる。僕はもはや何が起きているのか理解できず、あっけに取られていた。しかし明子さんは続けてその手を動かす。どうせ優斗くん最近してないんでしょ。明子さんは得意げに言った。妻とは確かにしていない。そう考えていると義母が追い打ちをかけるように指で僕の唇に触れた。この瞬間僕は完全に理性を失い、頭の中が真っ白になった。あきこさんはそんな僕の体を引き寄せ、そのまま唇を重ねる。そして僕の手を自身の膨らみへ。何度も交わした口づけは僕の気持ちを最高潮まで高ぶらせた。我慢の限界に達した僕は高ぶる感情のままむさぼりつき、溜まっていた欲望をすべてぶつけた。僕たちは夜が明けていることにすら気づかず、求め合うことに夢中になった。それから僕たちは少し照れくさそうに朝食をとった。僕の心はなんだか晴れている。義母はそんな僕を見て、また何かあったらおいで。と優しく微笑んだ。今日のことは内緒で。朝食を取り終えた僕は義母にそう告げて家を後にした。ただいま。家に戻るとリビングには何やら忙しそうにしている妻がいた。おかえり。珍しく妻は返事をしてくれたのだ。何か話さないと立ち止まって考えていると、今から友達と一週間ぐらい旅行に行くから、と妻が言う。そうか、行ってらっしゃい。僕は誰ととまでは聞かず、ただそっけなく返事を返した。じゃあ行ってきます。妻はそう言いながらせっせと家を後にする。一瞬の出来事で立ち尽くしていた僕はすぐにスマホを取り出し、義母にメッセージを送った。俺は思わず唇を奪ってしまった。強く拒否をされるかぶたれるかを覚悟したが、義母は軽く唇を甘噛みしてきた。俺は驚きつつも嬉しくなった。続けてもいいというサインだと思い、俺は義母よりさらに強めに噛んだ。俺の名前は藤本優也、28歳、サラリーマンだ。結婚して2年になる。妻の真希は24歳の OL で、出会いは同じ会社で働いていた時の後輩だった。とても元気で明るい性格に惹かれた。俺からアタックして交際が始まり、交際から1年ほどで結婚をした。そんな妻は母子家庭だった。妻の父親は妻が小学生の頃に他界したらしく、
そこからは母と二人暮らしをしていた。俺は妻のマキを母親から奪ってしまっている気がして、同居しないかと提案した。そうすると妻はとても喜んでくれた。それをきっかけに俺と妻と義母との生活が始まった。義母の千春さんは42歳の美しい女性で、地元では結構有名だったらしく、俺は驚いた。確かにとても綺麗な方で、40代には見えない。妻の父親が他界した後も、たくさんの男性からアプローチを受けたらしいが、娘が独り立ちするまでは自分の恋愛を後回しにしてきたらしい。普通は子供を優先する生活になると、スタイルは崩れて太ってしまったり、髪の毛はボサボサになったりすると思うのだが、義母は一切そのようなことはなく、スタイルはかなり良く、髪までツヤツヤであった。妻もお母さんがだらしない格好をしているのを見たことないかもと言っていたので、かなり美意識も高い義母だ。しかもとっても優しく、怒るような姿を想像できないような人だった。この人の子だから妻は元気で明るい生活なんだと納得させられた。妻は結婚を境に俺と同じ場所で働いていた職場を退社し転職をした。転職した会社はとても忙しく、残業だったり出張がかなり多かった。俺は妻が転職してから少しすれ違いが起きていることに苛立ちを覚えていた。結婚した方が共有する時間が減っている。この苛立ちに義母の千春さんは気づいていた。ゆうやさん、ごめんなさいね。マキを許してやって。今仕事が楽しいみたいだから。はい、理解はしてますよ。と、自分の気持ちを隠すのが精一杯だった。そんなある日のこと、妻の誕生日が近いのもあって、俺はレストランを予約し、サプライズを計画していた。妻には日にちを伝え、外食に行こうと伝えただけにしておいた。そして約束時間になってもなかなか来ない。少し時間が過ぎた頃、義母の千春さんがやってきた。俺は驚いた顔をして聞いた。どうしたんですか、お母さん。なんかマキが取引先と接待が入ってしまって、抜けれないから代わりに行ってほしいと言われて。妻は営業部なので、よく接待などで夜遅くなることも頻繁にあった。俺はそれも不満の一つだった。妻はただの外食だと思って義母を送ったのだろうが、主役のいない誕生日会になった。義母からは、もしかしてマキから何も聞いてないの？あ、はい。ごめんなさいね、ずうずうしく来てしまって。 いえ、来てもらえて嬉しいです。俺は一瞬怒りが芽生えたが、美人な千春さんと美味しいご飯が食べれると切り替えて楽しもうと思った。そしてレストランでコース料理が運ばれてくる。とても立派なレストランね。実は今日マキのバースデーのサプライズだったんですよ。そうだったの？サプライズだからハプニングはつきものですよ。少し落ち込んでいた俺を元気づけるために、義母の千春さんはワインをたくさん飲み、テンション高く話し続けてくれた。俺も普段飲まないワインを千春さんと同じようにして飲んだ。そしてコース料理も終わり、お店を後にした。結構酔っていたが、まだ二人とも飲み足りない気持ちだったので2軒目に行くことにした。義母と安い居酒屋に行くのも違うと思い、ホテルに入っているバーに行くことにした。今日はなんだか夢みたい。行ったことないところばかりよ。義母はすごく喜んでくれているようだった。そしてバーでは少し強めのお酒を二人で飲んだ。二人してかなり酔ってしまった。俺は少し攻めた提案をした。少しホテルで休憩していきませんか？義母は驚いていたが、少し考えてから OK を出してくれた。
ホテルに確認すると空きがあったので、スムーズに部屋まで案内してくれた。部屋に着き、今まで周りには人がいたが、二人だけの空間になってしまった。千春さんを見ると目が合った。俺は思わず唇を奪ってしまった。強く拒否をされるかぶたれるかを覚悟したが、義母は軽く唇を甘噛みしてきた。俺は驚きつつも嬉しくなった。続けていいというサインだと思い、俺は義母よりさらに強めに噛んだ。スタイルはいいと思っていたが、俺の想像よりはるかに良かった。心の中では本当に42歳の体かと思っていた。豊満な胸とお尻、そしてはっきりとわかるくびれ。これを見て興奮しない男子はいないだろう。やだ、ゆうやさん、そんなにまじまじと見ないで。俺は無意識に義母の体を食い入るように見てしまっていた。お酒の効果もあり、普段よりも気持ちもテンションも高かった。普段妻とはしないようなアグレッシブな行為も行った。義母もしっかりと答えてくれた。ほんと久しぶりなのであろう。溜まっていたものをすべて解き放ったようだった。そして義母が最後の瞬間、俺の腕をつかみ、爪を立てて腕を握る。その瞬間、俺は痛みを感じた。ゆうやさん、ごめんなさい。力が入ってしまって。いえ、気にしないでください。腕からは内出血と少し血が出ていたが、嬉しくもあった。義母が満足して俺に残してくれた傷。ゆうやさん、このことはマキには言わないでね。もちろんですよ、言えないですよ。それと、ありがとうね、ゆうやさん。義母は優しく笑ってくれた。あまり夜が遅くなると妻に怪しまれてしまうので、ホテルをそそくさと後にした。家に着いたが、まだ妻は帰ってきていなかった。そしてすぐにシャワーを浴びた。シャワーを浴び終わると、ちょうど妻が帰宅した。今日ごめんね。代わりにお母さんに行ってもらっちゃった。全然大丈夫。楽しかったから。俺は純粋に楽しいと思ってたし、嘘はついていない。腕、どうしたの？傷ついてない？俺は一瞬焦ってしまった。バレるはずがないのに、義母からつけられた傷を見られて、変に勘ぐってしまった。知らないうちについてたんだよね。と白を切った。妻は傷についてそれ以上言及してくることもなかった。ただ、この腕の傷は義母と愛し合った証拠とも言える。この傷が治っていくのが少し惜しくも感じていた。傷が完全に消えようとしていたある日。ゆうやさん、またご飯。よかったら食べに行きませんか？と突然義母から誘われた。俺は驚いたが、もちろん、また行きましょう。と答えた。もしかしたら、また怪我させちゃうかもしれないけど、それも大丈夫かしら。すごく顔をあからめて、俺の目を見れない感じで言ってきた。はい、僕も楽しみです。こうして妻には内緒で義母と俺との関係は続いていった。今日見たこと誰にも言わないでくれる？とお願いしてみると、いいですよ、その代わり兄さんも旦那のこと聞かないでください、と笑顔で答える妹ちゃん。その笑顔がたまらなく可愛く見え、つい見とれて固まってしまいました。お互いに無言で見つめ合い、そして、僕は32歳のサラリーマンです。28歳の妻がいますが、子供はまだいません。毎年正月には妻の実家に泊まりで顔を出しています。妻には妹がいます。年齢は24歳。名前はマナ。岩佐真由子に似て可愛く、妻の実家で会えるのをいつも楽しみにしていました。今年も同じでした。
違っていたのは、妹ちゃんの旦那が仕事の都合で帰ってこれないということぐらいでした。妻の実家は農家で、最近新築した2階建ての家です。今年はこの家で誰かの法事があるようで、あまり喋ったことのない親戚まで集まっていました。夜は旅館に泊まる人とこの家に泊まる人と別れました。家に泊まる方に僕と僕の妻、そして妻の妹が同じ部屋になりました。僕は何を期待しているのか、寝る前から少し興奮気味でした。男連中は夜みんなで酒を飲んで楽しくやっていましたが、女性のみんなは家の手伝いで忙しそうでした。夜も遅くなり、与えられた部屋に行き、だらだらして過ごしていると、妻がやってきて、お風呂に行かない?と、近くにできた温泉に行くことになりました。いつの間にか男連中は旅館の方に移動したみたいでした。残っていたのは妻の妹のマナちゃんだけで、妻がマナちゃんにも声をかけ一緒に行くことに。お風呂を出る頃には夜中の12時を回っていました。風呂上がりの妻の姿は、膝まであるブカブカのパンツに T シャツ。妻の妹もタンクトップに短パンというラフな格好でした。家に帰ると少しだけ3人で飲むことになりました。リビングは散らかり放題だったため、与えられた部屋の床にビールを置いてちびちび飲んでいました。3人でビール4本を飲んだぐらいで妻が、今日は疲れたから寝よっか、と布団を敷いて寝床につきました。30分もしないうちにマナちゃんの寝息が聞こえてきたので、僕は妻の布団に手を伸ばしました。毎年のことなんですが、妻の実家で誰かがそばで寝ているのに妻にいたずらするのがやめられないのです。バレてはまずいという背徳感と、普段とは違うというスパイス。そして妻のちょっと抵抗する姿が僕は大好きでした。今回もまた妻は最初のうちは手を押し返してきましたが、そのうちそれもなくなり、今年も背徳感を楽しみました。20分ほど戯れていると妻が、はい、もうおしまい。ああ、疲れた。私寝るからね。と少しプリプリしながらすぐに寝てしまいました。しかし僕自身はすっきりしていなかったのでなかなか寝つけず、夜中の2時頃に台所に水を飲みに行きました。広いリビングのソファーに座り、テレビの電源を入れ、ボリュームを絞って通販のテレビ番組を見ていると妹のマナちゃんがやってきました。あ、ごめん、こんな格好で。僕は下着1枚だけの姿でいたからです。いいんですよ、気にしてないんで。マナちゃんも台所へ行き、水を飲んで僕のところに来ました。兄さん、寝れないならビールでも飲む?と手にグラスとビールを持って隣に座ってきました。マナちゃんと二人っきりなら朝まで飲みたいよと思いつつ、じゃあ少しもらおうか、と言いました。マナちゃんは僕の横でお酌をしてくれました。無言でいるのも気まずいので、旦那くんは忙しいんだね、と話題を振ってみると、はい、そうみたいですね、と少しまごついた返答。何かおかしいなと感じ、何かあったの?と聞くと、別に何もないですよ。はい、ビール。あ、もう一本取ってこよう。とごまかされました。そしてビールを持って戻ってきたマナちゃん。僕が残ったビールを飲み干そうとぐいっと行くと、兄さん、さっきはすごかったね。ぶはっ。キャー、あん
僕は口からビールを吹き出し、妹ちゃんに吹きかけてしまいました。あ、ごめん、マナちゃん。とっさに近くにあったティッシュでマナちゃんの濡れた服を拭きました。どこから見てたの？と動揺しつつ聞くと、結構最初からかな。と服を拭きながら答える妹ちゃん。今日見たこと誰にも言わないでくれる？とお願いしてみると、いいですよ。その代わりに兄さんも旦那のこと聞かないでください。とにっこり笑顔で答える妹ちゃん。その笑顔がたまらなく可愛く見え、つい見とれて固まってしまいました。お互いに無言で見つめ合い、そして、このことも内緒にしててくださいね。と彼女の方からちょっと軽い口づけをされました。旦那と何かあったのは間違いないでしょう。ですがそのことを聞いてはいけません。僕自身も妻の妹ということで罪悪感が頭をよぎりましたが、それ以上に今まで体験したことない背徳感の方が理性を上回りました。僕は彼女を抱きしめ唇を奪うと、そのままソファーに押し倒し、燃えるようなひとときを過ごしました。すべてが終わった後、内緒がいっぱいできちゃったね。と、また明るく笑う妹ちゃん。その後、ビールで濡れたままの服を着替えると、妻を起こさないように寝室に戻り、それぞれの布団で寝ました。翌朝、妻に起こされると、そこにマナちゃんの姿はありませんでした。マナちゃんはどうしたの？と妻に聞くと、用事ができたって帰っちゃったよ。と言われました。やっちゃったか。と思っていると妻から、なんか次はビールかけないでくださいねって伝言頼まれたけど何のこと？と言われました。次はの言葉に思わずにやつきながら、ああ、寝ぼけてビールこぼしちゃってさ。と妻には適当にごまかしておきました。マナちゃんは東京在住、僕は山口に住んでいるため、そう簡単には会えません。次に会えるのは来年の正月連休。もう今から心待ちにしています。こんなの良くないですよ。あら、どうして？私たちが義理の親子だから。俺がつまらない人間だったから、彼女は俺の元を去ったのだと思う。妻であったユキが家を出てからもう1ヶ月近く経つ。すみません、お母さん。俺は同居する義母に頭を下げた。彼女は心配そうな顔をしている。僕が悪いんです。ユキと話し合う時間を作ることができなかったから。俺は仕事を理由にユキとの時間を大切にしなかった。そして彼女が不満を抱えていることに気づきながらも目をそらしてきたのだ。その結果がこれ。彼女は出て行き、俺は彼女の母に頭を下げている現状。あなただけのせいではないと思うわ。義母の幸子さんはそう言ってくれるとても優しい人だが、彼女の娘を幸せにできなかった俺は、本来なら怒鳴られても文句は言えない。俺、ユキのこと幸せにするって言ったのに。もうユキが帰ってこないことは分かっていた。先日の電話で離婚の話を進めると言われたばかりだったからだ。だがそのことを義両親にはまだ言えずにいる。まだやり直すチャンスはあるんじゃないの？やっぱりユキは親にも話していないんだな。幸子さんの話しぶりから推測するに、やはりユキは家を出て以来親とも連絡を取っていないようだった。そして
ユキと復縁ができない今、俺にはもはやこの家にいる理由はない。来月までには出て行きます。来月ってあと1週間しかないわよ。義母はどこまでも俺を気遣ってくれる。でもいつまでも甘えてはいられないのだ。大丈夫ですよ。これ以上迷惑をかけるわけにはいかないので。迷惑だなんて思っていないわ。そう言ってくれるのは嬉しいですが、けじめなので。俺の言葉にあまり納得していないようで、彼女は黙ったままうつむいてしまった。義父である和夫さんは単身赴任中で、3ヶ月前から県外へ出ている。赴任中に娘が離婚調停中だと知ったら、なんと思うだろうか。俺は義父にも申し訳ない気持ちになっていた。そして義父にこそ土下座をして謝らないといけない、そう思った。荷造りも終わり、いよいよ次の日には家を出るばかりになった。その日の夜のこと。まだ起きていたんですか？夜遅くリビングに明かりがあるのに気づき、降りてみると、そこには幸子さんの姿があった。眠れないのよ、あなたがいなくなると思うと。幸子さんはそんなに俺のことを心配してくれていたのか。そう思うと胸が痛い。すみません、心配をおかけして。実家に戻るだけなので大丈夫ですよ。そう言って彼女を安心させたかったが、彼女の反応は思っていたものと違っていた。そういうことじゃないの。少し拗ねたような口調になる幸子さん。え？でも俺がその発言を深く探ろうとしても、幸子さんは口をつぐんでしまった。一体何だって言うんだよ。彼女の言おうとしていることはよくわからないままだった。しばらくの沈黙のあと、幸子さんは口を開いた。和夫さんが単身赴任中、一人だと寂しいのよ。もう少しだけ一緒にいてくれないかしら。彼女の目はいつも見る義母とは違う。少しだけ幼さを持っていた。しっかりとしていそうな幸子さんでも寂しいと感じるものだろうか。今まで和夫さんが単身赴任中でもユキがいてくれたから。今まで一人になったことはないという幸子さん。こんな状況にしてしまった俺にも責任がある、そう思った。すみません、僕のせいで。俺が謝ると幸子さんは慌てて言い訳をした。違うのよ、そういうことじゃなくて。せめて和夫さんが帰ってくるまで一緒にいさせてください。これがせめてもの罪滅ぼしだと思う。ユキを傷つけた上、幸子さんにまで寂しい思いをさせるわけにはいかない。ありがとう。幸子さんの笑顔がいつも通りに戻ったように感じた。そして俺たちの共同生活はスタートした。こんなところをユキが見たら相当怒るだろうとは思う。自分の実家に離婚寸前の夫がまだ居座っているのだから。でもこんな状況を望んでいた幸子さんもまた俺には理解しがたい。幸子さん、僕のことを恨んでいないんですか？二人きりの生活を始めてあまりに平凡な日々が続いているので、俺はついに耐えられなくなってそう尋ねた。もしかしたら俺に対して何かしらの復讐を考えているのかもしれない。そんなことが頭をよぎってしまう。なんであなたを恨む必要があるのよ、ユキのこと？幸子さんはため息交じりにそう聞き返してきた。はい。俺は彼女と目を合わせず、返事だけを小さな声で返した。すると彼女がふっと笑う声がした。
むしろユキがいなくなった方が都合はいいのよね。え？俺はその言葉に耳を疑った。思わず顔を上げると、そこには女の顔になった幸子さんがいた。ユキは大事な娘よ。だけどそれ以上に私はあなたのことを好きだったみたい。彼女の目つきがいつもと違って、俺は怖いとさえ思ってしまった。俺はこれ以上踏み入れてはいけないという危険な香りを察知していたのだ。俺の動揺を知ってか知らずか、幸子さんは続ける。ひどい親だと思うでしょ。いえ、そんなことは。娘がいなくなって好都合だと聞いたときは、正直正気の沙汰ではないと思った。でもそんなこと言えるはずもない。嘘、無理しないでいいのよ。幸子さんの表情から異様な雰囲気を感じ取った俺。好きって言ってたよな、俺のことを。幸子さんが口にした言葉を頭の中で繰り返す。すると、そんな俺にぎゅっと抱きついてきた幸子さん。俺は動揺して言葉が出ない。ずっとこうしたかったの。和夫はユキが生まれてから私のことなんて構ってくれなかったから。幸子さんは若くしてユキを産んだ。今でも綺麗な幸子さんのことを和夫さんが相手にしなかったなんて、そんなことあるのだろうか。意外だと思うでしょ。でもあの人は案外ひどい男なの。浮気していたこともあったのよ。真面目そうな和夫さんに限ってそんなこと。しかし俺の戸惑いをよそに、幸子さんは話を続ける。一度は許したけど、その後も本当は何度も浮気していたの。もう見て見ないふりをしているだけ。傷つきたくないのよ。そして俺をソファーに押し倒した。すでに力の抜けていた俺を扱うのはたやすかっただろう。和夫さん、単身赴任中にまた浮気しているの。幸子さんの悲しそうな顔にどう答えたらいいのかわからない。傷つきたくないのに、今回は探偵を雇ってまで調査を依頼した幸子さん。それにはある決意があったのだという。もう彼とは別れることにしたの。新しい人生を始めようと思っていた矢先に、あなたとユキの関係が悪くなって。俺たちに手がかかるからまだ自由になれないと不満に思っているのか、それとも。好きな人が手に入るかもしれないなら、このチャンスを逃したくないって思うでしょ。やはり幸子さんの本音はそういうことだった。幸子さんにとっては、ユキは娘である以上に片思いをしている人の嫁だったのだ。だから私と一緒になって。ド直球なその告白に、俺の目は泳いで彼女の顔をまともに見られない。俺の反応は予想通りだったのだろう。まああなたの気持ちはどちらでもいいのだけどね。そう言うと強引に俺の唇を奪った。普段の優しい彼女からは想像もできないような激しさで、俺は全身の力を吸い取られたかのようになってしまった。彼女はそのまま俺を好き勝手にしていた。その間いろいろな思いが頭を駆け巡る。こんな関係に未来なんてないのに。たとえ彼女が和夫さんと別れ、俺がユキと別れたとしても、俺たちの関係を祝福してくれる人なんていない。義理の親子が結婚したなんて、純愛だとしてもどうせよからぬ噂が立つことぐらい容易に想像できるだろう。共に過ごしたその日の明け方、幸子さんは俺に囁いた。私とのこと少しは考えてくれた？
彼女は昨夜体を重ねたことで俺の気持ちの変化を期待していたのだろう。こんなの良くないですよ。あら、どうして？私たちが義理の親子だから。俺は口をつぐんだままだ。幸子さんはさらに質問攻めをしてくる。お互いに離婚したら関係ないわよね。何が引っかかるの？分かってるくせに。周りが許すはずないですよ。幸子さんだって分かってるはずだ。俺は少し苛立ち気味に幸子さんにそう言い放った。世間ってばっかりね。ため息をつく彼女。俺は幸子さんに煽られている気がしてとっさに言い返した。幸子さんだって世間体を気にして離婚しなかったんだろう。荒くなった俺の声に幸子さんはビクッとしてうつむいてしまった。ごめんなさい。いいのよ、あなたの言うことは間違っていない。図星よ。そう言って幸子さんは困ったように笑っていた。でも世間体を気にしてばかりじゃ踏み出せないことだってあるの。その一歩目の勇気はあなたとの関係にしたい。潤んだ目は綺麗すぎてつい見とれてしまった。すぐに答えを出してほしいとは思わないわ。それだけ言うと彼女は服を整え夕食の支度を始めた。それから一週間後、和夫さんが帰ってくるというので俺は家を出ることを幸子さんに伝えた。わかったわ。和夫さんと離婚が成立したら私とのこと考えてくれる？ああ、考えるよ。幸子さんのことをあれから意識せずにいられるわけもない。俺は彼女の願いに本能的に応えたいと思ってしまった。彼女が自由の身になったら迎えに行きたい、そう思っていたのだが、彼女からの連絡はその後途絶えてしまった。そうこうしているうちに俺とユキの離婚が成立した。俺から報告しなくても幸子さんの耳には届いていることだろう。それでも義両親の情報は俺に入ってこないのだ。どうなったのか気にはなりつつも、俺は毎日のように彼女からの報告を待ち続けることしかできなかった。もしかしたら和夫さんとやり直すことにしたのかもしれない。でもたとえそうなったところで俺は文句を言える立場にいない。それに義母と関係を持ったことがもしバレたら和夫さんに慰謝料を請求される可能性だってある。それなら下手に首を突っ込まない方がいい、そう思ったのだ。あれから一年が経ち、半ば諦めかけていた頃、久しぶりに俺のもとに幸子さんから連絡があった。久しぶりね、和夫さんとはやっと離婚が成立したの。俺はその声に思わず涙が溢れそうになった。それを隠すように気丈に振る舞ってみせる。何よ、そっけないわね。あの日の答えがもらいたくて電話したのに。あの日の答えか。もう俺は幸子さんのことを心から好きになっていた。会えない時間が余計にそうさせたのかもしれない。してやられたような悔しい気持ちもありつつ、この感情を抑えることはできなかった。今から会いに行ってもいいかな。俺がそう言うと幸子さんも嬉しそうに承諾してくれた。家に着くと幸子さんが満面の笑顔で迎えてくれた。彼女の顔を見るなり飛びつきたい気持ちもあったが、一つ確認をしておかなくてはいけないことがある。ユキは？彼女がもしかしたら実家に帰っているのではないか、そう思ったのだ。ユキは新しい彼と暮らしているわ。もう実家にはしばらく帰ってこないんじゃないかしら。そう。
何？ユキのこと諦められないの？違うよ。そういうことじゃない。幸子さんに安心して会いたいから。会いたいと言った俺の言葉に彼女が反応したのが分かった。嬉しい。そう言うと俺に抱きついてきた。俺が最初に抱きしめたかったのに、彼女はいつも俺よりも一枚上手だ。幸子さんのこと好きだよ。俺は彼女へ正直な気持ちを伝えた。本当に？会えない時間すごく寂しかった。もう俺のこと忘れているんじゃないかって。俺の顔を見ると彼女は愛おしそうに頬を撫でる。そんなわけないじゃない。寂しい思いをさせてごめんね。そう言って幸子さんはそのまま両手で俺の顔を包んだ。俺を引き寄せると強く口づけをする。もう後戻りはできないよな。もう俺たちは他人だから愛し合うことに何の問題もない。それなのにまだどこか罪悪感のようなものを抱えてしまう。私たちのこと誰も知らないようなところまで二人で逃げちゃおうか。いたずらっぽい顔でそう言う幸子さん。俺が不安に思っていることをまるで分かっているかのようだ。誰も知らないところに行けば俺たちは誰の目を気にすることなく自由に愛し合えるだろう。俺はしばらく考えて口を開いた。その必要はないよ。俺たちは堂々としていよう。幸子さんは驚いたような顔をしていたが、すぐに笑顔になった。あら、頼もしくなったのね。そして俺たちはお互いの気持ちをぶつけ合うように激しい夜を過ごした。俺さ、立派になって幸子さんのこと幸せにしたいんだ。俺が本気だとは思っていないのだろう。幸子さんは幼い子をあやすかのように、そう、ありがとうとだけ答えた。本気にしてもらえなくてもいいや。俺は幸子さんに対してしっかりと態度で示そうと決めている。さらりと返事を返した彼女の後ろから俺はぎゅっと抱きついた。ついに社長の手が妻の胸に向けられ、下から持ち上げるように触れたのだ。溢れそうなほどの豊かな胸が社長たちの欲望をかきたてているのだろう。そう思うと嫉妬や怒りとは違う別の感情が湧き上がってくる。興奮だ。なぜ私は興奮しているのだろう。理解はできなかった。私は中小企業で営業課長をしている45歳のサラリーマンだ。娘は去年他県の私立大学に合格し一人暮らしを始めた。娘がいなくなり寂しさもあるが、妻との二人だけの生活は新鮮で楽しいものだった。妻は三つ下の大学の頃の後輩。可愛らしい顔とそれに似つかわしくない豊満な胸。しかし何より周りを明るくさせる素敵な女性だった。結婚当初から子供が独立したら暖かいところでゆっくり暮らそうなんて話していた。しかし我が家のお財布事情は厳しく、まだまだ働かなくてはいけない状況だ。家のローンに娘への仕送りと出費が多い。妻も昨年からパートで仕事を始めた。私の会社も景気がいいとは言えず、ボーナスも毎年減少傾向にあった。そんな時、営業で出向いた建築会社から大きな仕事の話が入った。部長をはじめ社長にまで、頼むぞ、会社の存続がかかっている仕事だから、と言われ注目の的だった。話はトントン拍子に進み、社長の勧めもあって相手先を接待することになった。当日、部長と待ち合わせ場所の料亭に向かうと、すでに先方は到着していた。すみません、遅くなってしまって。
まあ気にしないで、我々も今着いたばかりですから。初めて見る二人と名刺交換をすると、社長と専務だった。社長の伊藤さんはこの業界では知らない人がいないほど有名な方だ。今日は契約書を持ってきましたので。そんな固い話はいいから、喉も渇いたし、早速始めませんか？土建業という仕事柄なのか、伊藤社長や山田専務も堅苦しさがなく、普段の飲み会という雰囲気で酒を次々と飲み干した。料亭を出る頃には、伊藤社長も山田専務もいい感じに酔っ払っていた。相手先の希望もあって、二次会はキャバクラに行くことに決まった。伊藤社長も山田専務も女好きのようだ。隣に座る女の子の太ももをさすったり、肩に手を回し、気分上々のご様子。席の隅では、私と取引先の担当者で契約書の話をしていた。しかし、契約書は社長が持っているとのことで、最終的な契約はお預け状態だった。そんな中、店の女性が声を荒げ、社長と口論になってしまった。伊藤社長が女性の胸に触れたらしく、女性が思わず声を荒げたようだった。場は一気に冷めると、同時に気まずい雰囲気に。部長が会計を済ませ、すぐに店を出ることになった。伊藤社長、本当に気の利かない店ですみませんでした。まったく、冗談も聞かない女だったよ。本当ですね。今日はこの辺りで。私の言葉を遮るように伊藤社長が話した。でも飲み足らんな。では居酒屋でも。居酒屋か。君の家で飲もう。え？私の家ですか？よし、じゃあ佐藤君の家で飲み直ししようか。ビールや焼酎くらいしかありませんよ。それに社長の口に合うか。何でもいいよ、酒が飲めれば。急な展開に困ったが、部長が後ろで手を合わせ頼むと言っているし、社長もノリノリだったので断ることはできなかった。一応妻に電話してみます。なんだよ、奥さんに聞かないとダメなのか。あははは、うちと一緒だな。妻に電話をし、事情を説明すると、すぐに理解したようだった。ビールを冷やしてくれ。焼酎もあったよね。それと、軽くつまめるもの作ってて。うん、わかった。大事な取引だもんね。パパも頑張って。本当にすまない。大丈夫よ。パパの会社が潰れたら、それこそ大変だし。今日が大事な接待だということも知っていたので、すぐに協力してくれた。では、行きましょうか。お、許しが出たのか？すると部長が、すいません、私はここで。あとは佐藤課長がお相手しますので。そうなのか、わかった。気をつけて帰るんだよ。私もここで。担当者も帰ることになり、私と伊藤社長、山田専務の三人だけになった。タクシーに乗り、私の自宅に向かった。狭い家ですが、中にどうぞ。玄関を開けると、妻が玄関先にひざまずき出迎えてくれた。はじめまして、佐藤の妻です。どうぞ中へ。おー、奥さん、夜分にすまないね。いえ、こんなところまでお越しいただいて。綺麗な奥さんだね。社長と専務が妻を横目にリビングへ入っていき、私は妻にすまないと頭を下げた。妻も風呂上がりだったのか、ボディーソープのいい香りを漂わせながらも、華麗に急な来客に対応できていて誇らしかった。しかし、よく見ると生足で、レモン色のノースリーブのワンピース姿は、私を不安にさせた。リビングへ行くと、
テーブルには冷やされたビールと焼酎が置かれ、いくつかのつまみも用意されていた。社長と専務が長ソファーに座り、私が向かい合うように座った。妻が社長と専務にお酌をし、飲み会が始まった。酒を飲み始めてすぐ、奥さんも一緒に飲みましょうよ、と社長が声をかける。妻は酒が弱い。しかし相手は大事な取引先の社長と専務。嫌がることもなく愛想笑いをしながら、グラスを手に社長からお酌されていた。やがて社長が妻を隣に座らせようとした。妻は嫌がる素振りもなく社長の隣に座る。すると社長は妻の肩に手を回し始めたのだ。人の妻になんてこと。私は怒りが湧いてくる。しかし妻の目くばせで何とか我慢できた。もちろん社長の胸ぐらをつかめば全て終わりだ。契約もなくなり、私は仕事すら失うかもしれない。妻の冷静な判断に助けられた。社長にどんどん酒を飲ませ帰らせるつもりだったが、社長は酒が強く、むしろ私たちは酔いつぶれる勢いだった。社長と専務が来て1時間が過ぎた時には、私はかなり酔っていた。妻もすっかり酔って頬をあからめ、目がうつろ。しかも、妻が着ているノースリーブのワンピースはかなり着崩れている。ちらりと覗いた下着、大きな膨らみ。社長の視線は常に妻の胸に向けられていた。いやらしくてだらしのない顔だ。私は怒りと嫉妬で狂いそうだった。そんな矢先、ついに社長の手が妻の胸に向けられ、下から持ち上げるように触れたのだ。その瞬間妻が、そうだ、いいおつまみがあったんだ、と立ち上がり、社長の手から逃れキッチンへ向かった。後を追うように私もキッチンへ向かう。大丈夫か？本当にごめん。仕方ないよ、これくらい我慢しないと。私は大丈夫だから心配しないで。妻は冷蔵庫からおつまみを持って、社長の待つソファーへ戻った。妻は42歳。結婚20年を迎え、妻の魅力を忘れかけていたが、こうして見ると、小顔で肌は透明感のある色白だ。溢れそうなほどの豊かな胸が、社長たちの欲望をかきたてているのだろう。そう思うと、嫉妬や怒りとは違う、別の感情が湧き上がってくる。興奮だ。なぜ私は興奮しているのだろう。理解はできなかった。妻が再び社長の隣に座る。待っていたと言わんばかりに妻の肩に手を回した。佐藤くん、酒なくなっちゃったから買ってきて。こんな時間にどこも。コンビニあるでしょ。わかりました。山田専務に言われるがまま、肩を抱かれた妻を横目に、私は片道 1.5 キロも離れたコンビニ目指して歩き始めた。なすすべなく肩を抱かれた妻は、大きな瞳を潤ませながら私を見つめた。苦手な酒で紅潮した妻の顔は、あでやかで美しかった。普段歩いて15分くらいで着くが、千鳥足だった私はコンビニまで30分。買い物をして帰り道はさらに時間を要し、1時間以上はかかった。意識が朦朧となりながら壁に寄りかかりながらリビングへ向かうと、妻は完全に酔いつぶれ、ソファーに横になっていた。遅かったね、ご苦労さん。奥さん、すっかり酔って寝ちゃった。私も限界で、ソファーに倒れ込むように横になって、喋ることもできなかった。記憶も薄れながら目を開けると、社長と専務が妻に覆いかぶさる瞬間だったように見えた。朝目が覚めると、私はリビングのソファーに横になっていた。社長も専務の姿もなく、
テーブルには封筒が置かれ、中には契約書が入っていた。パパ、契約書もらえてよかったね。これで会社も大丈夫よね。ああ、そうだね。パパも風呂に入ったら、昨日そのまま寝ちゃったんでしょ？社長は？タクシーで帰ったよ。朝？うん。脱衣所へ向かうと、妻が着替えを持ってきてくれた。私は思わず妻を抱きしめた。もしかして、お前。仕方なかったのよ。本当にすまなかった。私は涙を浮かべる妻を抱き、一緒に風呂に入った。あの一件以降、夫婦仲はより良いものとなり、以前にも増して夫婦の営みが増えたのだった。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。本日の物語はいかがだったでしょうか。また、次の物語でお会いしましょう。感想など、コメントいただけたら嬉しいです。